あら、こんな感じだった。初めて距離があったよ。あ、未来に向けた、ね、未来に向けた練習ね。そうね、悩むこれ。ショートホールです。何番で打ちますか？7番。7番ウッド、うん、ピンまっすぐ。お、まっすぐ行って。いや、ダブった。ダブったっていうか、手前あのね、左から風が来てるから、うん、ピンでワンピン右ワンピン右、ワンピン右。ワンピン右じゃない。超えろ。あ、本当だ、すっごいとこ踏んでる。そう、だからちょっとトップ目に、はい、どうぞ。いいかも、ナイスミス。本日の課題バンカーショット、三枝心選手。外に上げて、頭上げちゃダメだよ。おー、いい音。やったー。ナイスパー。わー、狭く見えるけど綺麗だね。ここ一番苦手。うわ、ここはこのティー相当。どこの上行くんですか？左のバンカーだけは絶対避けたいんですよ。おう、あそこに行っちゃうと顎も高いし、あの顎に当たって池に入っちゃうし、あそこのバンカーからグリーンって直接絶対乗んないんで、何が何でも右に打ちたいんですよ、うん、で1個目のバンカーをキャリーして行っていくと2個目のバンカーにはなかなか入んないですよ。横立たないと、夏場じゃないと。なので右のラフでもいいと思って打ちます。はい、やっちゃいけないことやった、はいはい、これがダボにつながるやつですか？そう、あ、間違えた、ボギーになっちゃうかもしれない。下手するとダボになっちゃう。嘘、うん、手をやっぱ舐みます。あ、気持ち悪い、気持ち悪くなっちゃった。でも遅かったもんね。でも意識切り直して正解じゃない？なんか今ペリって言った。壁に、壁ドンだよ、壁ドン。壁ドンだね、今ね。あっていうこの感じで言うとともに、チッパー、うん、すごい晴れて超いい。おー、乗った乗った。ナイソン、ダマ。
近習った技です。うまくいった。うまくいった。じゃあこのゴミを狙ってスタンスを小さくして、そっち、このゴミ、そのゴミのちょい右ぐらいがいいな。あーむずい。お嬢は相当右出したね。むずい。これはこれはやらかしたね。やっぱ引きたくなるもん、どうしても。ダメだね、やっぱパターン。ダメだね。ねえ、ちょっと。できない。あ、元に戻したら多分普通なんだけど。こんなトンチンカンになるもんですか？あんな変えると。でも前のままだと。あでもここできっと戻したら、戻すのは簡単ですもんね。戻すのは簡単。一回止めてみよう。それができるかな。止めてみます。はい、でも、うん、気持ち止まったんじゃない。気持ち、うん、上げてます。あ、思い切りいっちゃった。どうも。ヒヒヒヒヒヒ。バーカー。バーンですよね。そう、シャフトを短く持ってフェースかぶせて突き刺すだけでいいです。それは怖くない。うん。行くぞ。突き刺すぞ。フェースかぶせて。ボン。スーパー力感があるから。あ、そうだ、手が、手がもうブランブランじゃない。うわあ、そうそう、出ました。もうダブルじゃないよ。これはフェイスをかぶす。フェイスをかぶして、初めて距離があったよ。短い。短い。遅くじゃないや、幅で。あいちゃん。やんこ。今日は二人で叩いてるね。ちょっと目標変更。うん、ラブを叩くじゃなくて、うん、やり遂げること。今日はね、うん、ハーフやり遂げる。しかもハーフでしょ。ハーフ。こう最初にここを変えないって、バンカーとかはね、手を緩める。グリップを強く握らない。パターンのスタンスは狭くする。あさっての方向に向いて打たない。今日は我流じゃなくて、とりあえず未来に向けた、ね、未来に向けた練習ね。そうね、はい、よろしく頑張ります。